トテナムホットスパのみんな、こんにちは。この遺跡が実現して嬉しいです。来ました、令和チャンネル。トテナムホットスパの一員としてプレミアリーグから始まる世界生活終わらせてやんよ。お、いいね。なんか令和も偽南野みたいでいいな。いやー、来たかったんですよここ。おいでよ令和チャンネル。お家違くない？ほら、ちゃんとスーツもね、気合入ってるわ。もうあれだから、内側にしっかりとあの、ゴローズ、あの、ぶら下げてっから、ゴローズ。あ、フォワードになっちゃってる、令和チャンネル。デレアリールでも。うわー、でもなんか、ハリーケンいなくなっちゃうの悲しい。俺が右行くよ。うわ、いいねー。とってなもホットスパーに身を包んだ令和、いいねー。しかもなんか、絶妙にダサい、似合ってないセンター脇はまたいい。99とか言っとく ?69 とかしょっとく。やっぱ、とってなもホットスパーやったらさ、でも69とかそういうスケベな番号しょっとっか。というわけで、希望ポジション右ミッドフィルダーにして、頑張ってやっていきたいと思います。はい。右ミッドフィルダー、ライトミッドフィルダーにして、112日結構かかんねえ、また。適正つけてからでよくね。いや、やだ。あ、いや、いいわ、それで。確かに今思ったらまだやる必要ねえわ。もういい、まだやる必要なかった。まだ俺が OMF でいいわ、全然。あ、あれやるか。あのさ、希望ポジションなしにして、前回サイドバックぶっ壊れたじゃん。同じようなことが起こるのかやってみよう。あ、出てる。あー、来た！理想のパターン！ほら、俺が右行ったらソン・フンミンが出れる。で、あとエリクセンのとこに出りゃあれば、もう畜生3連単よ、ここで。出たよ、2列目の畜生。パフォーマンス変えよう。あ、そうだね、パフォーマンス変えよう。そうだな。で、それで1試合やってから終わろう、今日は。あー、これもいい、このエゴの塊みたいなのもいい。あはははこれもサイコチックでいいな。これもあれだ、アジンのあのおっさんみたいでいいな。お、待って、これ、ゴムゴムのーピスタレーじゃなかった。エルボーもいい。あともう一人いれば。あれ、ソンフミと一緒に。一番やばいかも、これが。久々に行くか、これ。これやったっけ、俺。てか、昔。これ、まだおもろいってやってないんじゃないこれ。150にカメラつくとマジおもろい。そうなの？これおもろいの？え、ほんと言ってる？え、それかけていい？お前のその一言に。おいね、エリちゃんもいるからな。エリクセンもいてさ、ハリー・ケインもいて、ソン・フンミンもいて、俺もいて、デレアリもいて、絶対ここじゃん！来てよかった。で、ここでパスを出す！いいよ！しっかり適応できてますね。そして、やっぱりソン・フンミン、うん、いいね。あれ？とってなも金に侵されちゃった、ついに。あっちが行っちゃった？え、待って！とってなも沼臭くね？あれ、今のところ沼の匂いしかしねえんだけど。なんかあの、よーし、これからプレミアリーグで一歩踏み出すぞと思ったら足が動かねえんだけど。沼じゃねえか、ここ完全に沼じゃん。ハリー・ケインという男に、奴に任すときは間違いない。ハリー・ケインがボール取られてんな。ハリー・ケインがボールをないがしろにしてるな。犬みてに扱ってんな。触ってもいいですか？いいですよみたいな。もっとなんかさ、ちょっと守っていこうぜ、もっと体全体使って。いいよ。そして、ソン・フンミン、ここだろ。いいパスだ！任せとけ！いや、これは俺行く！頑張れ、レイは！いや、足をせいだって来てねえから。まだ慌てるような時間じゃない。確かに、仙道ありがとう。仙道が来てくれました。さて、しっくりいきましょうか。でも、ダビーソン・サンチェスとかもいるじゃん。なんでボール取らんの？あいつ手使いの忘れてんじゃない。お、ハリケーンいいよ。いいハリケーン。そう、令和ちゃん、トラップでっか。トラップがでっかちゃんなんやけど、マジで。気づいちゃったワイワイだわ、ほんとに。トッテナムのいいところは、あと、トッテナムってさ、英語3文字で TOT で泣き顔になってんじゃん。あれもかわいい。おい、沼ってる。いいね、全員泥酔サッカー。スパーズなるの、沼ズ。ははは。もう、ヌマーズで呼ばせるためにスパーズって名前、大沼こきじゃねえか、こいつは全員。俺頑張るわ。ちゃんとトッテナムのみんなの分頑張るわ。任せろ、ここはシラフの俺に任せろ、トッテナムのみんな。来た。ケインナイスナイス、それはケイン頑張れ。ケイン何がしたいの、ケイン何がしたいの。ペナルティエリアの侵入、出入り繰り返してる。うそりゃー、なーくそー。多分まともにサッカーできると思って俺ここ来てねえわ。じゃねえとこんな笑ってねえもん。実力的な部分望んでたら今イライラしすぎて半端ねえもん、今多分。目から血出してるもん。しかも令和を沼ってるし。みんな揃って沼ず。よし、いいぞ、いいパス。で、ハリケーンが。あー、ハリケーン死んでる。ちょっと待って。あ、よかった、危ねえ、セーフ。よかった、よかった。ハリケーンヤクザだからだ、知らないよ、後でボコボコにされても。顔原型とどめんけど、大丈夫か、お前。息でも癖ですか、トッテナムの皆さん。全然右来んやん。息でも癖ですか、来た、ハリケーン。いやー、これ来よー。ハリケーン出して。
ハリケーン、ハリケーン出すな、ハゲ、何やってんだ、マジで。バカ野郎が何も分かってねえな、あいつ。スパーズ足んねえよ、お前。あ、バカやっちゃった。このラスト一発いくぞ。いったか。あー、惜しいか。コーナーある、コーナーある、そう、コーナーある。まだまだまだ、切れるに早いから。お前、人ぶん殴ったりすんのよ、まだ。行け、ここで行くしかない、マジで。行け、マジで、中込め。おい、え、レイはここで、よっしゃ。いや、死んだ、アイボール。なんでプレイオフなんだよ、人死んでんの、一人。ちょっと待って、落ち着け、おい、ちょっと落ち着け。レイボール、どれ、審判、審判。さあ、レイオチャンネル、一体どのポジションでの起用なんでしょうか。その起用ポジションは、ここです。ドン。あー、センターフォワード。てかさ、令和チャンネル明らかにガタイ良くなってない？ラグビー日本代表くらいない？まずセンターフォワードとして、みんなのボールもらえるとこに5つ、一発横しやがる。デリアリやるな、いいぞ。はい、来た、令和が。くそ、惜しい。デリアリ、なかなか畜生の高いパス出しやがる。今度からアリちゃんって呼ぼう。アリちゃんって昔も言ったけど、俺がタイで風俗でやった女の名前アリちゃんなのね。そういうなんか思い出も蘇るわ、デレアリとなんかそのセッションしてたら。デレアリ講師に献身的すぎ。おい、アリちゃん、よこせや。アリちゃん、アリちゃん、オッケーです。アリちゃんずれてるよ。リベリ転生した。あ、マジでリベリ転生してる。あ、確かに。まあでもこの面々で試合出れてるって間違いねえよな。しっかり周り見ながら、センターフォワードでありながらスタミナがあるからこそ、来た、こっち、はい。なんでじゃい、おい、なんでじゃい、令和。ちょ、待って、ド戦犯かましてる。俺が一番スパーズやっちゃってる。令和チャンネルがスパーズ歴一番浅いのに誰よりもスパーズしてる件について、ルーカスモラが中入ってるから俺がサイドに抜けちゃう。そうで、サイドから駆け上がる。いいね、令和チャンネル。やっぱね、自粛期間中筋トレしたから、いけー、くそ。令和チャンネルはじめ社長を見て俺も筋トレし合わせて筋トレしてるから、フィジカル一回り強くなってるから。ちなみにアトレティコマンの時も確かこっから決めたよな、令和は。よー、くそー、チキシャー。だがしかし、敵のセンターバックの後眼を潰すことに成功したぞ。どうだこれ、収穫ありだろ。モンハンで言うとこの V 破壊みたいな。これまた同じパターン。さあ、もう一度同じ悪夢を味わわせてやろう。あと何発持つかな、令和のシュートに。ははー、一発で終わった。頑張っていきたいところではありますけど。うわ、フェデリコ・キエザ、あれ、いや、リベリか。待って、リベリが全盛期に戻ってきてる。おい、キレキレのリベリよな、あそこに。え、みんなが大好きだった頃のあのリベリがいる。ルーカス・モーラがうろうろしてんな。じゃあここ行って、ルーカス・モーラ使うわ。よーし、いいね、全体生かしてるよ。あー、バカ。ちょっと、ルーカス・モーラワンパ持ってないんだから、やめとけって。お前、てか、お前後半から来いよ。お前前半のキャラじゃん。お前さ、二次会のカラオケから輝くタイプなんだから、一次会来なくていいよ。いいパス、いいよ、来て。アリちゃん、行って。よっしゃ。なんで。アリちゃん、何やってる。敵のキーパーも大喜びよ。ここ、よし、で、一撃。そう、フィジカル鍛えてきたもん。何やって。令和、この自粛期間中にサッカー忘れちゃった。どうだ、抜けてね、俺抜けてね。うわ、お前それは厳しくないかい。てか、令和チャンネルさ、手上げたら止まるんだけど、なんで足と手一緒に動かせらんないの、こいつ。どういうこと、神経系終わってんじゃねえか、こいつ、バカが。もうラスト、あうわ、でも決めたい、点決めたい。もう試合やっていい。お前のその赤と白のさ、縦じまのようを見たらイライラすんだ。ぶっ殺させてもらうわ。今からその八つ当たりだから、お前らに5、6点ぐらいぶっ込んで終わろう、今日。立て。一発。あー、遅い。べらぼうに遅い。もうサイドで出してくんなきゃもう無理よ。サッカー知らない子じゃん。乱入したやつじゃん。ここ俺もらうわ。あえて。センターフォワードでやめる。なにこれ、めっちゃ速パス。えぐ。B ブルースやこするやん。ハゲ、ナイス、ハゲ、いいね。なんかさ、俺の行くチーム全員左サイドバックにハゲ置いてんだけど、何これ、風物詩？何なの？なんかあの、玄関の前の塩みたいな感じで、左サイドバックのハゲなんだけど。まあ、じっくりセンターワールドしてボール待つか、ここで。さあ、持って参れ。これ俺がな、江戸みたいな感じで、こう、戸様と普代大名が持ってくんの待つわけよ、こうやってボールを。来ないね。これ以上エゴイストになってどうする？確かにな。もっと丸いこと考えるか。でもこれね、エゴイストにならざるを得ねえだろ。どんだけディフェンス陣沼れまくってんだよ。はい、ここ俺。そう。で、サイド使うわけよな。そうそうそう、周りを生かす。
周りを生かし、そして生かされる。ここはい、来たよエリックちゃんよし、来た。これも令和が行くしかないだろ、一人で。ほら。あー、くそちくしょう。よーし、そのせいでな、そのおかげでな、今高いってボールバイトでしょ。で、あとどうする、エリックセン来た。アリちゃん、アリちゃん、アリちゃん、もう一回、アリちゃん、もう一回来た！完璧！くたばれー！よーっしゃ！どっち行く？どっち行く？どっち行く？丸かわすか？丸！これ何する？デートレーワーチャンネルラリリまくり！ちょっと他の皆さんの表情見ていいですか？いやー、デレアレもいい！これ目立ちをされてた時この顔だったでしょ！おい、言っとくけど今年のトッテナム取りに来てますから。なんつったってあの令和チャンネルを用意しているんだからな。いいパス出すな。ここじゃない？そう、ここでしょ。もう行きたい！いやー、行きたいよ、もう！なんでこんな最後の短いに負けないかんのや？何のための自粛期間だったの？いっぱいオナニーするため。以上。それやばくね？そっちのやばくね？俺行こうよ。やばくね？俺やばくね？これやばくね？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 あぶねえ！あぶな。死ぬか思った。おーし、オッケー！移籍して、初めてのゴール。取ってラブとしたら初ゴール。令和チャンネルが飾らせていただきやした。まあ責任持ってね、こっから取ってもエンジンブンブン吹かしてやっていこうと思います。